スクール部代表の水野です。今回はヘアアレンジの技法の種類について細かく解説していきます。上からよく使う技法の3種類なんですけど、上からねじりだけですね。クルリンパを使ってもこういう質感になります。で、2番目がロープ編み、タイトロープです。で、3番目が三つ編みです。どの技法も可愛いんですけど、見える印象が全然変わってきます。では1つ目、ねじりですね、していきます。一つずつねじってピンで留めてもいいんですけど、今回はクルリンパを使ってねじりを作ります。わかりやすいように全てこのハーフアップでします。で、このねじれたところですね、これをルーズにほぐします。こういった感じでルーズにほぐします。このねじりの特徴は一番簡単にできます。なので、ヘアアレンジ初心者の方が最初にチャレンジしてもらいたいのは、このねじれだったりクルリンパだったりします。イメージ的には一番ラフ感とかカジュアル感が出るので、普段のファッションとかに合わせやすいと思います。続きまして、タイトロープ、ロープ編みをしていきます。ロープ編みもすごい簡単で、こういった感じで2つに分けます。2つに分けて、それをこういった感じで交差させていくだけです。こういう感じですね。すごい誰でも簡単です。これでこの交差させた毛束をルーズにほぐします。これを後ろでゴムで結んでハーフアップを作ります。特徴的には、先ほどねじりが2つ重なっているわけですので、少し立体的になって華やかさが増します。あと少しこう編み込みっぽい感じですので、可愛さも増します。ですので、普段のファッションというよりかは、少しお出かけの時であったりとか、食事会であったりとか、お呼ばれアレンジにも使える技法です。最後の3つ目は三つ編みをします。三つ編みは皆さんもご存知かと思うんですけど、3つに分けてこういった感じで編んでいきます。三つ編みは編み込みではないので、すごい誰でもできて、これも簡単だと思います。で、こういったハーフアップにする際は、必ず斜め後ろに向かって編まないと、ここが最終的に膨らんでしまいますので、そこだけ注意してください。で、この三つ編みを少しほぐします。少し可愛くなるポイントは、きつめに編んでルーズにほぐすと、この端はルーズにほぐれて、内側はしっかり編まれているので、メリハリがついて可愛いので、ぜひ試してみてください。これで両方できたら、後ろのセンターでゴム留めすれば完成です。三つ編みの特徴は、やはり簡単にできて可愛いっていうことですね。あと清楚っていうイメージがあります。で、技術的な特徴的には少し平面的になります。先ほどのロープ編みより少し平面的になっていると思いますので、髪の少ない方ですねがボリュームを出したい時などは、先ほどのロープ編みの方が向いています。あと編み下ろしの時ですね、編み下ろしの時にクルリンパと合わせて最後に三つ編みする方いるんですけど、うまくほぐさないと上が立体的になって下が平面っていう感じになりますので、そこら辺を考えながら今日の技法を組み合わせてみてください。今回以上になります。もうプロセスは僕のブログや動画などでずっとしてますので、皆さん分かってると思うんですけど、一番知りたいのは自分の印象やファッションにどのアレンジを組み合わせたらいいかなっていうところだと思いますので、ぜひ今回の3つの技法を使って、いろんなファッションや自分の見られてるイメージに合わせて作ってみてください。このような感じで役立つ動画をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。